Guilty Gear. Who dares to enter the main? いやー今の押田さんのあのポチョバスターマジビビりましたね本当に。潜ってたのにマジまだ終わりじゃねえぞみたいな感じでポチョバスター決めてってえみたいな。なんか投げてんだけどみたいな。マジビビった。思わず叫んでしまった。ワンフィガーサトゥーミリア対するは初代さんのソルですね。行きましょう。お、同段戦ですね。どちらが強い銃弾なのか今こそ勝負をつけるときですね。エイジスタンデム様子見していく。相手が動いていたところにエイジスタンデムが刺さればいいなみたいな感じですかね。マイビー取っていく。そっか、あの早めにミリア側じゃないわ、ミリアの相手側がバーストをすると2回目結構打てちゃうことが多いんですよね。ダッシュからボールカーは対策、エンエス2杯からチリとコンボ決めて6杯締めガーデン 6K で崩していく。6回からの前転は投げで押し置き、前 P 前ハイジャンプニックだけど前 P リボルバーじゃはいからの下段策ガンフレームカーブしていく。6回うまーく足場を潰していく。もったいない今のはガンフレームから暴れ潰し、針を打って針を打って針がスカった瞬間にジャンハイが刺さる。1段取っていくのはケンソル、エンエスで触りにいくがちょっとこれきついんじゃないか。いい位置で立ち2が機能しますね。エンエス潰していく。6回が意外に短いのでしゃがみ系当て投げ、これはいい反応助けてエイジスタンデムの攻めを拒否していく。着地投げガンフレームからのパフニール、パフニールスキャン、あのエスタックキャンがね攻撃判定だけ出て相手に、まあ、自分ガードできるような状況になるんで強いですね。ガーデン張っていく、もらったラストに対してはきっちりタッチが反応していく。パフニールエース触りに行きたいがどうなる。お互いに様子を見てここからといったところ、キンエスタシャイ当たってしまう、危ねえ。相手にバーストはないぞ、ここはワンチャンスある。え、これヤバくない。ガフレムまだある、投げ通してるのはサトゥ、ちょっグランドワイパーゲージなくならない。キンエスから勝ち、カッカー取っていく。パフニール、先ほどから自分の有利状況でしか攻めないサトゥーに対して初代ソルは触りに行く、前転に当たってしまう、嫌な技だな。ボルカ叩き落としまでしゃがみ系エスガンフレ勝ち見しゃがみ系ジュンさんジュンさんジュンさん試合なんで、はーい、ジョニオとかな、ピーピーと相手の空中ボードも潰していく。エース触りに行く、対するソルが攻めに行くそうだ、 HP リードぞっていうのでいい攻めになっている。ファウニル相手のバーストを警戒していく、マイハイ間合いを離してマイケ、ミリアガがダウンを取ればワンチャンス、燃やされてどうなる。ダウンバースト発動していく、もう HP がどっと何も食らえない、空中くらい一気にダウンまで取るがバースト食らってしまう。リボルバー何ももらえない、バネットリボルバー、ライオットスタンプこれが強い。ガードしたらいけないあの状況のプレッシャーやばいマジで。手間かけさせやがって、どこどこどこ、フィーノさんとロイさんね、オッケー。フィーノさんいますか、あ、いますね、ロイさんと試合になりますんで。いやでもあのドラゴンインストールしのいだだけでもすげえと思うわ、ほんと金馬着地投げは当たると思わなかったけどすげえと思った。あそこエスター当たってたら死んでたかもね。
Exile. Who dares to enter the main? さて、ワンピーが座るのはフィーノベルム、対するはロイソル。ベノムソルっていうとどうなんでしょうね。まあソル側が何もさせずに殺すか、ベノム側がこうボール生成ってチクチクやるかみたいなカードになるのかな。今作はよくわかんないな。ヘブンさんのやつとマチャボー先生のやつが見てないからよくわかんないです。サシビー弾き、ボールかぶっ放していく、足払い、キキャンテーキチーうまく使っていく、 Q5 コンボ組み込んで2ウェイ2ウェイ3ウェイ、これは複雑な感じだな。どこのルートを通ってもボールがガードさせられるような感じになっているので、ダブルヘッドモービットから K 先生、 K 弾きマイピーマイハイ、きついこれは。この2ウェイ打たれると何もできないような気がする。 ASC がスティンガーからのしゃがみゲー、ベノムの勝利ポーズかっこいいね。さてさて、ジャッケ弾きエンス、ボールが当たる前にエンスで牽制しているので、エンスが当たると自動的にボールが当たる仕様。ジャハイかぶせていく、通常投げ方の空中ダッシュ、ジャンプイン取ってジャンプ D に対して青バースト、ここはバーストポイントっぽいですね。ソル側にバーストがあるときに関しては、あそこは仕込めないっぽいんで、スティンガーエイム、これは触りに行きたい、対空が強い、どうする。青バースト、とにかく距離を詰めたいソル、バフニル救世主。この技はケディ、ディー、ボールが叩き落とし、こっからは勝負卓の時間、歩き立ちきだったがかわされてしまう。マイビー暴れつぶし、いつも通り歩いて投げ、一覧取り返していくロイソル、ボルカ、あと今回ベノムのなんかやられすごい狭くないですか、愛されボディすぎてやばいんだけど。しゃがみ系からの S Q5、ダブルヘッドモービット、ガンフレームに対してはボールで牽制していく、エンス燃やされている、リボルバー、ガンフレーム空中ダッシュ通してしまう、ジャンプリーが出ず、ここはバンジキュースといった感じ、深め出し立ち切りだったがその後が続かない、ジャンプリーから6杯までエンス、ジャンプエンス弾き裏回り、空中瞬間移動から、おおおぶつかってジャンプディジャンプディ、置き攻めはどうなるんだ、うわマジかー、やばい、今のはうまい、素晴らしい、燃やしたー、かっこいい、退屈させる、そうウィン、いや今のイケメンでしたね、本当にマジかっこいいわ。楽しめたか、姉妹はバーベキューだが文句ねえな。おう、じゃあ次やっていこっか、押田さんとつさん、あいいんだよもう、ギルティーギル、さてと、この押田さん何回エリーとやればいいんすかね。もうなんか上に行くのが辛すぎるんだがこのキャラマジで。もうやりたくないでござるよみたいな、ポチョムキやる気満々だけどみたいな、かわいそすぎてやばい本当に。これ座頭ハメやばいマジ本当。これだって押田さん勝ち上がって誰と当たるの、当たるとしたら、あ、ミリア。ちょっと待ってくれよ、
立ち上がってもミリアナが地獄しか見えねえわマジ。中段これしゃがみ潰していく HS ドリルジャンプ D あの壁くうわジャンプ D ワンチャンスあるか伸びる消化した ICPM 強制ダウン取って立ちくらい相手の召喚はしゃがみに潰していく投げて密着相手のバックステップ潰していきたかったが抵抗で逃げられてしまう ICPM ドリル嫌な間合いだな陰だまりからデッドアングル6回相手のバックステップ読んでいくスラヘ今こそ時ではなかったようだアバソ発動してどうなんの目が当たっ前目が当てて1ラウンド取っていくのは FB ポジョムキンこれさっきからあのおしゃさんが本当に召喚に対してシャガン P をきっちり重ねているのですごい反応しててやばいと思いますあそこ対策ですね本当にリジェクティなお何も画面が入れ替わったみたいなジャハイカウンターしているゲージ状況はボチョムキン側が半分以上あるのでガイガー潰していくタチミジャンプ系で相手を追い払いながら進んでいくエディシャガビ前目が相手に触りに行く足払い当たっちゃうタチキシャガビですから足払いハンマーマジでちょっとかわいそすぎないそれ伸びる固め直していく HS ドリルちょっと待って影だまりが真下にある前目が突っ込んでいくどうよいやー辛い前目が金 S がヒットするバーストはティガード相手にゲージを与えない空中だけワンチャンス掴めるかタッチピーからポチョバスダブルファグなんか出た空中くらい復帰際の読み合いは大下さんの勝ちしかし翔が潰している飛行読みエクステンドからの前ハイマジかよマジか2連チャンエディで勝っちゃうのかすごいなさすがのポーズであるよ本当にいやー本当強いな対処させず俺もミニ赤色に変えるわ次ソルソル行きましょうかロイさんとケイさんかなI やでも今のは可能性しか感じなかったね夢あるけどあそこまでは追い求められないかなみたいなすげえ高い壁を感じた Guilty Gear そうなんですよ次ミリアなんですよね押田さんあなるほどねせやなまだまだあるあるあるさあ行きましょうワンピーガーはロイソル対するはケイソル11段10段の戦いですねなかなか見物じゃないでしょうか同キャラ戦なんてね、まあ、このゲームになって結構ソルソル見るようになりましたけどこのかなり高い段位での試合っていうのはなかなかないんでね見応えあると思いますでもうわーバーストがいきなりない状況になって追い詰められたロイソルコンボは落としてしまうここから立ち回りで挽回していきたいシャガピー先に触っていくのはケンソルファフニールチキンレースみたいなどっちがファフニール先当てんのみたいなこのやりとりやファフニール時間フレーム押し込んでいくこのムーブが強いですね前投げ気づけばロイソルがかなり盛り返している確かに足払いまで固め直すデンジャーからのこれねパフニーラーで打った方が勝ちますこれパフおーやばい当たっていく
DD KDD 볼까 말해. 게이지가 날 게이지로 노스를 다이슨 노스를 게이지 막 써줘야겠다. 브링가 파흐니르 말해. 야하리 아서고로 파흐니르가 쇼부도고로 됐잖아. 全てここに集約されてしまうのがなんだかなと思いますけど素晴らしい。リムは漏れたところにグランドバイパーだったが、グランドバイパー消えろ。パフニル打っていく、感謝していく、打ち込んで打ち込んで当てていく。このパフニル、リボルバー、ライオットがバックステップに引っかかってしまうが、どうなる。しゃがみゲーからゲジャッタグ、しゃがみゲー取っていく、 SSHS ボルカ叩き落としまで。これは先ほど見たような状況だ。今度は中段タコ選択、ジャンピン中段からしゃがみ系マイピーきっちり決めきるロイソル。やれやれだぜ。いやー、ここまでかなり見応えのある試合が多くて、僕の喉が結構限界に来てますね。はい、すでに叫びまくってるせいか。オーバー。